香川郡の県内一図拡大表示香川県。香川郡の範囲香川郡は、香川県の郡人口3088人、面積14.22桂平方メートル、人口密度217人、桂平方メートル。以下の一町を含む。香川県の県名は、県庁が置かれた高松が当郡にあったことによるもので、ある。奈良時代から高賀郡の名があり、 平安時代の辞書は名称にもスケカハ軍とある。なお、戦国時代には、佐ヌ国西部を香川氏が治めたが、その名の由来は、祖先が相模国高座軍香川座と領有したことにあり、香川軍との関係はない。もともと、香川県の内高松市中心部を含む高松平野の東半分を領域とする広大な軍であったが、1890年2月15日に、 香川県において、市政、町村制が施行されたことによって、高松市が、軍から独立したのを皮切りに、所属町村が100年余りをかけて次々と高松市へ、合併して消滅し、ついに2006年には、四国本土部分における最後の自治体であった香川町、江南町が、高松市へ合併したことにより、香川郡軍は、四国本土から消滅した。2006年以降の香川は、 当初部である直島町一町が所属するのみであるが、この直島諸島は、明治時代までいずれの軍に属しない地域であったため、古来からの軍域という意味における、香川軍は2006年時点で全域が高松市となっている。軍内の直島諸島、男木島、明木島は、直島三島と総称され、明治5年まで香川軍には所属しておらず、江戸時代は軍に相当する。 広域単位としての小戸島に属していた。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は上記一丁のほか、現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。号は名類受賞に記される軍内の里。式内社演技式新名帳に記される軍内の式内社 1. 1宮脇村2。中華巨村3。栗林村4。東浜村5。大田村6。詐欺田村7。一宮村8。多比村9。百姓村10。大野村11。浅野村12。川東村13。安原村14。安原上東村15。 安原上西村16、池西村17、湯佐村18、川岡村19、縁座村20、男子村21、玄田村22、上笠巨村23、下笠巨村24、死有島村25、直島村変遷表。ありがとうございます。